聞いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。下腹ポッコリ気になるよって方におすすめな、寝たまま屈伸するだけの腹筋方法を紹介します。今回のメニューのいいところが、反り腰が治る、姿勢が良くなる、食後にお腹が出にくくなる、いいことしかないんです。下腹の腹筋といえばレッグレイズが代表的なんですが、これ実は足が重すぎる、お腹が弱すぎる、そうなってくると太ももの運動になってしまうんです。今回は寝たまま屈伸することによって、ももの筋肉を使いにくいのでお腹に力が加わりやすい、とってもおすすめです。わかりました。だんだん優しくなるように作ってます。辛くなっていくにつれて簡単になっていくので、最初だけ頑張ってみれば最後までゴールできると思います。たったの5種目です。全部30秒、必ずできるはずです。それでは紹介します。低い位置で足を伸ばして曲げる。曲げるときはちゃんともも胸つけるイメージで、お尻もグイッと浮かしてください。これで骨盤を立てる感覚や下腹を締める感覚ができます。一つポイント、足抱えるときは息をふーって吐きます。動きはゆっくりがいいので見ながら合わせてください。腰が浮かないようにしっかり腰をつけて行ってください。それではいきます。スタート。息吐きながらしっかりね、ももをグッと抱えてください。いきなりね、下腹が疲れる感覚わからないと思いますが、最後までやっていくとね、しっかり使った感じが分かりますんで、頑張ってね。これが一番きつい方ですから、最後までできると思います。はい、 OK。 今度はさっきよりも少し上の位置でやります。このままお尻を上げます。いきましょう。スタート。できるだけゆっくりです。抱える時にね、ちょっと上半身がこんな感じになるかもしれませんが、少々いいです。しっかり足を抱えるとね、多少上半身にも力入っちゃいますから、とにかく腰はね、浮かないように。はい、 OK。 次は上です。ここから曲げる、伸ばすって感じです。スタート。腰が硬いとね、やはり反り腰になってしまうので、下腹をしっかり使って腰をね、伸ばすっていう動きをするのが大切です。多少膝がね、開くのは OK です。はい、 OK。 あと2種目で終わりです。頑張りましょう。今度は足を伸ばしたままでグイッと抱えます。しっかりお腹へこませていきましょう。スタート。ここだけの動きです。しっかり腰をね、丸めて、おへそを支点にね、足を動かす感じです。お腹をずっとへこませてください。はい、 OK。 ラストは自分の精液を足でかきましょう。私は1981なので、足でそのように1という感じでかきます。ラストです。30秒しかありません。できるだけね、一生懸命かいてください。スタート。足はね、大きく動かしてください。自分の精液をかきます。30秒あるんでね、多分かけると思います。8がね、まあまあむずい。よし、イラスト1、私かけました。もう一回書いてみよう。8 1、 OK。 よーし、 OK。 うわー、気持ちよくお腹に効いた。
お疲れ様でした。最後の西暦ちゃんと書けましたでしょうか。2000年の方とかね、結構楽だったんじゃないでしょうか。初めに書いたらね、あと全部丸ですから。今回のメニュー頑張ってやってみたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回みたいにだんだん軽くなるメニューって良くないですか。そういった感想も教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。